メインシステム、戦闘モード、起動します。GB-02 トレニア、ハイゴック。出撃する。さあ、相棒、行くぞ。350コスト帯は、魔境と言われている。水眼が多い中、我々の編成を見て驚くがいい。そう、みんな好きな機体を使っているのである。だが、私は、こういうノリの編成が大好きだ。編成的に、遠距離は絶対にしたくないので、マユとザメコンを保持している私が前に出る。さあ、その牙城を切り崩してやる。一人、孤立しているな。この調理位置と広範囲の格闘を受けろ。二段目の下格闘は外したが、まずまずの戦果だ。本来ならよろける蓄積も、ハイゴックなら耐えれる。ほっ！緊急回避からの即よろけ ×2 の魚雷をプレゼントしよう。これ以上は持たないか。私はやられたが、味方が十分な耐久を保ってくれている。復帰後、レーダーを見ると、後ろから奇襲している奴がいるな。そんな君にハンドミサイルをあげよう。レベルに差がありすぎましたね。塗り削りは、私に任せてもらおう。今前に出ると、誤射されそうだな。よし、相手が前に出てきたので、私が受けよう。やはり、この横格闘の範囲は、素晴らしいな。味方の射線を気にしつつ、相手のヘイトを十分に稼げたな。あとは味方に任せるだけだ。ナイスアシスト。降りて拠点を取りたいなぁ。味方さん、ありがとう。やはり、敵歩兵が阻止に来たか。任せな、エーペックス歴1時間の私が相手になろう。さあ、どこからでも来るがいい。よっ、ほっ、と！いじれったいな。これでも食らえ。シュタタタタタタ。クリアー。さて、報酬の中継はもらっていくぞ。相棒、待たせたな。この距離は苦手だが、入り口で関所でもするか。できる限り抑えたいが、敵が多すぎる。お、支援砲撃か。しかも、抑えれば、直撃コース。できるだけ時間を稼げば。地獄絵図ですが、これ、悲しいけど、戦争なのよね。味方への追撃も勝った。壊れそうだが、いけるよな、相棒。ハイゴックの効果力コンボで沈め、さらにもう一機狙っていくと。十分な戦果だ、次に備えるぞ。相手が後ろで固まっているので、支援砲撃をお見舞いしてやろう。後方から合流してくる敵に撃つと当てやすい気がする。さあ相棒、ここで抑え込むぞ。あれは多分避けれないな。味方の枚数は有利だが、耐久が心配だな。射撃戦が苦手な編成だからな。支援機が前線を張ろうとしてくれているだと。わかった、命がけで私が前に出ていくぞ。もう、FF で倒れたのに、バラードジムさんにイケメン勝った。しかし、前線で倒れても2点も減っていない、さすがハイゴック。ここは横格闘の使いどころさん。異次元の広範囲で相手を引っ掛ける、この性能よ。さあ、継続からのコンボを受けるがいい。ゴー、ゴー！相手のチームは出撃を合わせてないな。私が壁をしよう。行くぞ。待って、待って！ぐえぇ。あ、慌てずに一機ずつ落とそう？いい。私が先に行って壁するから待っててね。痛い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 。なぜ、私もろとも切るんだ。まだ壁はできる。ぐえぇ。そっ。さすがに全滅するので、勝利を確実にすべく中継でも取りますかね。メディック、メディック！
緊急回避レベル2を舐めてもらっては困る。共犯艇というのをお忘れかい？うん、やりますね。お前はドムトローペン。やらせはせんぞ。申し訳ない。すいま FF によって動揺してしまった。気を取り直して、最後の出撃だ。さっきのお詫びも兼ねて、ドローペンニキを助けに行くぞ。守れなかった。ドローペンニキの仇は撃つ。よっ、ほっ、と。うん、やりますね。敵討ちも終わり、拠点爆破もできそうだな。最後にみんなで突っ込むぞ。足並みを揃えつつ、様子見をするか。ハイゴックのハンドミサイルは左構えだ。つまり、左回りで有利が取れる貴重な兵装ということ。さて、削ったところで全員揃ったかな。その HP で挑んでくるとは。次は左の敵だ。そのまま突き進む。おっと、これはエグい位置に支援砲撃を出したな。少し時間を稼いで下がって様子を見るか。ほっ、もう勝負は決したが、壁は最後まで前衛をしなくてはな。 FF が怖くて前に行けない。遠距離から見守る前衛の図。最後はしっかり役目を果たす。水ガンの蓄積ではこの敗北は止まらんよ。ドローペンニキとのクロスアタックを避けただと全員殺到していて何もできない。最後は下格闘を入れて終了。350コスト帯でも十分戦えるハイゴック。ただ遠距離主体の戦場だったり、強よろけやショットガンには弱いので注意して使ってくれ。ご視聴ありがとうございました。